こんにちは。Hi, everybody. 菊田俊介です。I'm 俊菊田。今日は、僕のギターを皆さんに紹介したいなと思ってね、取り出してみました。これはムーンの、ね、菊田俊介シグネチャーモデルですけども、ムーンさんと2007年からギターを作っていただいてましてね、これが最新バージョン、2018年モデルですよね。名付けてタイガームーンってね、まあ、そんなのギターですけども、何せこのフィニッシュ、ね、このトップのメープル材、このトラメが本当ね、これ美しいですよね。ですね、まあ、このトップのメープルはいわゆるこう本をこう開いたこういう形で木がこう、ね、割ってあるんですね。ここの、ね、センターがこう開いてあるってね、まあ、そんないわゆるこうブックマッチっていうんですかね、まあ、そんな作りですけども、そしてこれはラッカーですね、フィニッシュは。でバック材がスワンプアッシュですね、これアッシュですね、すごいこれも綺麗なアッシュですね。そして、ネックはメープルバーズアイですね、この辺がバーズアイ、そしてこのね上の方はこのトラミが素晴らしいですね、これもいいねネック材ですよね。さらにフィンガーボードはこれエボニーですね。そして、フレットはダンロップの6100番が入ってるのかな。でピックアップですけども、フロントリアともにリンディフレイリンが入ってます、ね、そしてこれリアの方はタップスイッチがついていて、こう上げるとシングル、下げるとハムになるっていうね、そういう、こう作りになってるんですね。でこのギターの、まあ、大きな特徴としては中にこう穴が開けられてる、ボディの中にね。そうすることでこう、まあ、セミホロー のいわゆるこう空気感のある音、まあ、それがこう出るっていうことですよね。例えばね、このフロントのピックアップで、ボリュームを少しこう下げ目にしてね、7ぐらいにして、でトーンも少し下げ目にすると、大体こんな感じのこの柔らかいこう音が今これ出ましたね。ですね。でこうリアにするとこういう、っていうのね、こんなこうちょっとレスポールのみたいな、そんな音もこう出せるっていうね。でこれをタップをちょっと上げてあげてシングルにすると、今度はこうアルバート・コリンズみたいな感じのね、こういうみたいな、なんかこんな感じのこう音も出せるっていうね、まあとても気に入ってますけどね、このタイガームーン、ね。そして僕のギターのね特徴ですけど、ここのまあこれはパネルじゃないけどもね、このスイッチが逆になってる、普通のテレキャスターとね。普通のテレキャスはこの、ピックアップスイッチがここにひっついてて、そしてボリューム、トーンっていうね順番なんですけども、自分はボリュームを一番手前に持ってきて、でトーンでピックアップスイッチっていうね、ボリュームペダルを全然使わないのでね、ここでボリュームをこう調整しながらこう弾くので、いつもこうボリュームをこういじってる感じなので、この本当近くにあるとねすごくこう助かるんですよね。こうコードを弾きながらでこう上げて、ちょっとこうソロっぽいのを弾いてみたいな感じでね、こうよくこう使うのでね、すごく便利です。さらにこれでボリューム奏法なんかもやりやすいよね。はい、ね、僕のギタータイガームーンでした。